1994 0月8日、1年の今日は展覧会イベントススペーーゴジラワールド94が開催された日です。このイベントが開催されたスペースワールドは宇宙をテーマにしたアトラクションに注力しており実寸大のスペースシャトルモニュメントが設置されていた九州屈指のアミューズメントパークです。今回のゴジラ怪獣は、 宇宙から飛来するとのことでゴジラ VS スペースゴジラをメインに据えた展覧会が開かれたのです小中学生を対象にした宇宙飛行士学習施設など教育の分野でも人気のあったスペースワールドでしたが2018年の元日をもって閉園となりました10月9日2010年の今日は書籍「 特撮つぶらや組が発行された日です。1954年に公開された映画、ゴジラは、日本初の本格的特撮怪獣映画でした。ノウハウもなければ確立された技術があるわけでもないので、撮影用の試作スーツが重すぎて動けなかったり、役者さんにゴジラの巨大さをなかなかイメージしてもらえなかったり、撮影は試行錯誤の連続で行われました。 そんな苦労の絶えない裏話やその後の円谷組の仕事を当時参加していたスタッフの証言などを交えながら紹介しています現在とは全く違う制作技法に新しい特撮ファンの方はさぞ驚かれることでしょう10月10日1959年の今日は俳優ブラッドリー・ウィットフィードさんがご生誕された日です2019年 キング・オブ・モンスターズにてリック・スタントン博士役を演じましたブラッドリーさんの母親は詩人でありその影響からか大学で文学志望を取得して卒業するなど表現者として非凡な才能を開花させていけました映画やテレビドラマでは博士や刑事 大統領など指揮者の役を多く演じエミー賞やゴールデングローブ賞にもたびたびノミネートされています現在でも精力的に活動されている俳優さんの一人です10月11日1960年の今日は元タレント福田健二さんがご生誕された日です1984年ゴジラでスーパーエックスの副官役を演じました カドミウルトラマン80の怪獣スーツアクターとしてご活躍した後顔出しでの俳優業も行うようになり90年代後半からは移住先の福岡でご当地タレントとして活動していました。 2017年の市長選挙に立候補して見事当選2021年でも再選を果たし現在でも福岡県中間市の市長を務めています10月12日2023年の今日はムービーモンスターシリーズ極みゴジラ1989の予約が開始された日です子供向け怪獣フィギュアの老舗ブランドであるムービーモンスターシリーズ 今回はその極みバージョンということで、ゴジラ造形の第一人者である坂井裕二さんが、造形、彩色、プロデュースを手掛けたハイクオリティフィギュアが誕生しました。このビオゴジを第一弾として、今後どのようなラインナップとなるのか目が離せませんね。ちなみに、ゴジラストア限定版では、同じ極みシリーズの背びれ発行バージョンが、 本日より予約可能となっています。10月13日、1954年の今日は、ゴジラが東京へ上陸したとされた日です。朝日新聞名古屋版10月25日付の記事によると、10月13日21時30分ごろ、品川沖に出現したゴジラが東京へ上陸し、 品川駅を破壊しててて海へ戻っていっいたと記載されています劇中の時間軸とは明らかに違う日付ですが、実はこの報道、ゴジラの劇場公開に先駆けた宣伝記事だったのです。ゴジラの全国公開日は11月3日ですが、名古屋や中京地区ではそれよりも早く先行上映されています。 なぜ先行上映するに至ったのかその理由は10月27日の投稿をお待ちください。10月14日。1958年の今日は映画大怪獣バランが公開された日です。本田一郎監督が制作した3作目の本格怪獣映画で、 ゴジラ、ラドンに続く単独タイトルとなる怪獣が暴れ回りますムササビ型の怪獣バランは陸海空どこでも暴れることができるという驚異の存在として描かれていますしかしカラー作品が主流となりつつある状況下でのモノクロ映画倒され方も照明弾爆弾による内部破壊といまいち盛り上がりに欠けた印象は拭えず 現在に至るまでマイナーな怪獣の一匹として存在しています。